して、うん、ここで終わりじゃなかったんですからね。ギリギリで滑り込んできたじゃん、最後。そうですよ。ラスト10分ぐらいで。でも本当ね、ちょっとした、今忙しい中。忙しいよ。ダブルコロンの二人。うん。ね。もうびっくりだよ、これは。ダブルコロンはもう本当に、びっくり。ネズッチと、ネズッチじゃない方。いや、木曽さんよ。木曽三中先輩。木曽三中先輩。木曽三中先輩。びっくりしたね。もう年齢上だったからね。ネズッチは35で俺らにしたいけど、木曽三中さんは、ほんとはもう40の年だよ。気をつけて、今、木曽三中に聞こえる。木曽三中さんって言わないと。木曽三中さん。うん。先輩。ね。40歳。うん。芸歴はどうなんだろうね。そういう話もちょっとゆっくりできなかったからね。うん、時間がなかったから。いや、本当に。ねえ。この謎かけね。最近、俺らもふざけていろいろやってたけど、やっぱ本物は早いし、うまいね。早くなかったじゃん、最後。え？他のは全部、整えた、いろんな各番組でもバンバン整えるね、ずっちが。何？整えてたじゃん。最後、整えなかったじゃん。どう？じゃあ、ちょっと聞いてみる？その模様少し。聞いて。さあ、というわけでございまして、日村さん、はい。今日はですね、日村さんのバースデーということでね。はい。やってきましたけど、日村さん。はい。まだゲストいますよ。え？だってもう番組、あ、そうなんですよ。まだいるの？そうなんですよ。この方たちです。どうぞ！え、方たち。どうも。うわー、出た！びっくりした！さあ、はい、うわ、どうぞどうぞ、なんでだよ、というわけでですね、はい、なんでだよ、はい、ダブルコロンのお二人です、よろしくお願いします、お願いします、いや嬉しい、まあまあ日村さんならずとも僕もそうなんですけど、最近日村さんがですね、はい、めちゃめちゃハマってるということでね、ダブルコロンさん、やっぱな、本当ですか、やっぱね、はい、あの謎かけ、ネズッチ謎かけ、はい、今大ブームよ、今もうそうですね、ということでですね、はい、誕生日ということでね、はい、来てくれないかって言ったらこの深夜にも関わらない、それはもうバナマさんのねえ、もうこういうお話であれば、もちろんいつだってですよ。すいません、こんな。もうね、誕生日ですもんね。そうです。こんなめでたい日に呼んでいただいて、本当に嬉しいです。光栄ですよ。なるほど。はい、今日ね、はい、蕎麦をね、はい、あの、日村さん手打ちで打ったんですけど。はい、途中ちょっと車で聞いてました。あ、本当に？そうなんですよ。ちょっと蕎麦、これ、ある。ダブルコロンさんに、ね、あるでしょ。いいんですか？本当ですか？日村さんがね、これバースで、これ、祝ってくれる人、はい、逆におもてなすために蕎麦を売ってもてなす。直々に。日村さんですね。誕生日でね、これ炒めたら嬉しいですね。ちょっと、大好きなんですよ。本当に、はい、ちょっと、ねずち、早速だけどさ、蕎麦で、はいはい、あ、大丈夫でしょうか、ね、はい、今来ましたけど、はい、やってもらいますか、整いました。早い、早いです、ね、蕎麦とかけまして、サザエさんのお説教を届きます。その心は、どちらもカツオが効いてます。うまい、ネズッチです、うまい、カツオが効いてるもんね、お説教、この深い時間にやる内容ではないと思うんですけども、説教いいですかこれ、うん、すごいな、すっげえな、ぶっつぶつだな、これ手打ちだからね、これ本当に日村さんが、俺が本当にやったんです、これ乾燥させたらベビースターラーメンみたいな、ね、その短さ、いいのいいのですよね、ベビースターなんでね、ちょっと食べてみてください、そうですね、はい、はい、いただきます、はい、どうかな、あれ、あの、いや、うん、どうかな、つゆはすごいうまいですね。いや、つゆはすげえうまいです。つゆは市販のです。つゆは市販のですか。なんだ、日村さんが作られたやつ か。お蕎麦の方どうですか、あの、でも、そうですね。うん、心地よい以上に腰がありまして。はいはいはい。はい、この歯応えが、ま、印象に残る。歯応えが印象残る。歯応え印象残りますね。はいはい。もう、なんと、あえてこう、ボソボソした感じで作られてるそうですね。もう、超短いね、やっぱね。これ、ま、初めて打った蕎麦だからね。初めてなんですか、初めてやってます。こんなにすすれない蕎麦珍しいですよね。はい、ちょっと、だと、音行くでしょ、蕎麦らしい。あ、音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 、ラジオですからね。そりゃそうですね、音行きましょう。はい、ちょっとね。短い。あれ短い。すごい短いね。やっぱ、ズルズルズルっていかないね。音、ズルズルズルはないのね。結構お腹空いた状況で来てるんですけど、本当。まあ、そこそこな感じです、ね、うん、なるほどね。はい。ああ、そっか。環境整えてきたんですけども。いや、ありがとうございます。ごめんなさい。ありがとうございます。まあ、ちょっと嘘つけないんで、先輩とはいえ。いえ、すいません。でもね、これらダブルコロンとは、まあ、番組でちょろっとみたいな感じにあるけど、がっつりってのはないじゃないですか。初めてですよ。そうです。結成は2004年なんですよね。はいはい、だけど、はい、芸歴は意外とお互い、そうですね、個人的にはね、ねずっちと木曽三中さん、はい、木曽三中さん、俺らより、あれですよ、年齢上って知ってました？俺も言わなくていいですか？俺もびっくりしました。俺は完全に、はい、俺、だから、ねずっちは今いくつ、はい、僕35です。だから、年下。下なんだ。下なんだ。3つも下なんだ、俺は。そう。はい、うん、
基礎三中さん。うん、もう、はい、もうだから紹介の時に僕だけ三呼びっていうところでちょっと違和感ありますもんね。そうだよね。俺もびっくりしたんだから。基礎三中。いくつですか？もう39です。あ、一個上だ。はい。俺の一個上だ。あの、厳密に言うと今年40。あ、そう、二個上だ。逆に二個上だ。そうなんだ。先輩だ。一番嫌な質問だな、ね、まあ今はね、すごいもう忙しいと思います。まあ、ちょっとメール来てます。ラジオネームキリンの首は、はい、設楽さんダブルコロンのお二人こんばんは。いるいる日村いるよ。ゴルフとかけまして。あ、エゼチ。あ、僕ゴルフで。かけてみよう。特に誕生日に対するコメントは含まれてないんですか。ね、まあありがたいですね。整いました。もう早い。整えるね。整えるね。ゴルフとかけまして、はい、一律船橋高校と解きます。その心は。OB はペナルティ。うわー。エゼチです。物知りじゃないとだね、あと。お前、午前中だけじゃなくて午後もうまいんだな。深夜だって整えちゃうよ。すごいな。こちらラジオネーム、人参村の住人。はい。設楽さん、ダブルコロンさん、こんばんは。こんばんは。日村が誕生日だからね、今日。玉木浩二さんとかできますから。確かに今話題になってますからね。うん。こういう旬なところはビシッと整えてもらいたいんですけれども。つないでるね。整いました。あ、でも早いよ。玉木浩二さんとかけまして、はい、立ちはだかる壁と解きます。うん、その心は乗り越えます。はぁうめぇさん姉さんありがとうございます。これ何なの？これやっぱいろんな引き出しがパパパパパって一瞬時に開くの？そうですね。ねえ。どうですかね。どっちから考えるの？そのさ、あ、落ちから考えます。落ちからやっぱ考える、はいはい。乗り越えますから考えたってこと？そうです。あの、青田さん、のりこさん、のりこ、乗り越えるで、そうです。で、整えるやつを決めていくんだ。そうです。なるほどね。そういう順番なんだ。はい、ね、日村さんさ、今日誕生日だからね。はい、これもう、せっかく来てもらってるから、はい、例えば、日村さん誕生日でね、やってもらうって、これ言う、すごいでしょ。めちゃめちゃ贅沢でしょ。めちゃめちゃ。でもさ、その前にさ、日村さんもここで何回かやったりしてるから、はい、これまあ無理かもしれないけど、ちょっと対決でさ。あ、無理だよ。ちょっとスピード、いや、もう頑張れば。世界一だよ、絶対この速さ。いやいやでも、日村さんも、わかんないじゃん。ものによっては、すぐ行く可能性もあるし、うんうん。いや、ね、あると思いますよ。こんなんで、はい、ごめんね、なんか。いやいや、どんなん。いやいや、いい誕生日ですから、ね、やっぱりいい、日村さん主役ですから。ね、はい、じゃあ、いい、はい、はい。じゃあ、コーヒーコーヒーで、はい、あ、コーヒーでね。行きましょうか。はい。整いました。早いね、ずっち。いいですか、はい、コーヒーとかけまして、はい、おせっかいと解きます。その心は深入りしたりするんです。なるほど。すげえ、早いし、うまいな。うまいな日村さん、なんか。はい、これを叩き潰せるぐらいのクオリティ。ちょっと無理だった。じゃあ、今ね、はい、これね、これメール来てますから、うん、もし、はい、日村さん早く整ったら、うん、全然先にヒムッチ行ってもいいから。ヒムッチ行っていいから。ああ、そりゃそうですよね。はい、はい、うん。ラジオネーム、トラネコさんからいただきました、はい。ありがとうございます。設楽さん、デブ、ネズッチさん、ネズッチじゃない人、こんばんは。基礎三中さん、うん、僕までそういう切り口できましたか。今年43歳。まあ、慣れてますけども。はい。いきますよ。はい。はい、干してあるパンツでお願いします。干してあるパンツ、パンツでいいのにあえて干してある。日村さんがね、干してあるパンツが好きみたいなこと言って、はい、整いました。早い、早い、出た日村さん。干してあるパンティーとかけまして、はい、アシカの肌と解きます。ほう、その心は、うん、濡れてる方がいいです。ちょっと待って、整わないじゃないですか。そう、あれ、それ一つの意味ですよね。非常に申し上げにくいんですけども。エロッチです。エロッチ。エロッチは成立してますけど、ね、仕掛けとしてはちょっとね。いいんですか、やって。できてんの？整いました。はい、干してあるパンティー、パンティーですか？パンティーでもパンツも、はい、パンティーとかけまして、はい、マッチと解きます。その心は？どちらも吸ったりするんです。なるほどね。下着泥棒がね。ネズッチです。下着泥棒。はい。これは瞬時に出てくる。日村さん、まさにその発想あんのに。いやー、何その、どちらも濡れてる方がよくない？いや、そうですけど。押し立てってこと。でも謎かけですからね。ちょっと濡れてる方がいいでしょ、だって。すごいね。ちょっとだけよ。あの、しとっとぐらいの、しとっとぐらいのやつよ。乾きかけぐらいですね。そうそうそう。もう一個、ラジオネーム、ダッキーから来ました。ダッキー、はい、オッケー。設楽さん、ダブルコロンさん、こんばんは。こんばんは。日村誕生日だからね、今日。日村さん、頑張ってください。はい。ねずっちいきますよ。はい。はい、ポッキーで謎かけお願いします。おポッキーですか。整いました。早い。入り口いい感じだったんですけどね、日村さんね。そうそうそう、はい、ポッキーとかけまして、カラオケと解きます、うん。その心は？どちらも菓子が付きものです。ああ、スナック菓子ですからね。めっちゃです。はい。
そのちょっと一言フォローみたいな入れるんですね。あのたまに伝わんない時があるんですよ。だからもう職業病で謎かけ披露した後は必ず何かしらフォローを入れます。うん、はい、なるほどね。勝手にそれが職業だと思い込んでます、ね、僕は。これもうありとあらゆるものを振られても大丈夫でしょ、もう多分。今、はい、営業とかも行くの？営業行ってますね。営業なんてそれのさ、はい、応酬でしょ、はい、無茶なやつ。そうですね。結構最近ひねったお題ばっかり、はい、ね、はい、だから聞いたこともない競輪選手の名前とか普通にお題出されて、あーきついね。そんなのできないでしょ、はい、その人の人となりがまず分かんないと、ね、そうなんですよね。あと分かってても聞いてる人が理解してないとね。そうだからそれでできたとしてもなんか全然盛り上がんないんですよね。だよね。ふわっとしちゃうんですよ。そりゃそうだよね。はい、はあ、これちょっとひむっちもね、いろいろここのラジオでもやってきたけどね、うん、やっぱ結構やってるんですか謎かけ。いや俺らは謎かけ結構やっぱさ、やってきてる。ダブルコロンのさ、はい、これを見ちゃうとやっぱやりたくなるけど、あラジオとかでお互い無茶分にね、そう出したりするけどできないんだよね、はい、そうね。いやでも今日あたり開花するタイミングじゃないですか、日村さんも、ね、なんか欲しいね、やっぱ誕生日だからね。そうですね、うん、これをケーキに一つ芸が増えるって、ね、争いたいよ、ねずっちとやっぱり。あ、いいじゃないですか、うん、まあでもその前に夢であります、このやっぱ日村さん誕生日でやってもらわないと、はい、忘れてました。そうです、ね、勝負ばっかりに気を取られてて、どういうことですか、俺の誕生日でやってもらうって。日村さんの38歳の誕生日とかけまし て、 で、はい、ましてそんな超嬉しいでしょ。あ、じゃあちょっと取り切れないのちょっと整えます。多分こんなすぐできると思いますよ、はい、日村さんの38歳の誕生日ってこと、番組もね残り時間少なくなってきましたから、はい、そうですね、嬉しい、はいね、はい、ここはね、やっぱりハッピーな謎かけで。整わないかな。ねえ。ちょっとね、時間がね、うん、割と迫ってるんですけど。結構やばいです。生放送なんで、ね。30歳誕生日ね。うん。はい、どうねずち。俺がね、ねずち。あの、ちょっと急いでもらわんと、俺告知とかも用意してるんで。あ、もう、あれねずち、こんな整わないねずち初めて。ちょっと待てよ、お前。あまたある番組で全部整えてきたやないか、お前。日村さんの38歳の誕生日だよ。ま、そんな。あれ日村さんの誕生日みたいなんで、これ記録が途絶えるってきついぞ。あれ、ごめん。全然整わない。おい、ちょっとちゃんとせえよ、お前。ちょっと整えてくれ。いや、ねずち頑張って。ねずち。時間がないから。時間がないからさ。ねずち整わないのおかしいじゃん。言うてもおめでたい話だから。はい、そうそうそう。何でもかんでも整えるじゃん。まあ、日村さんでも言ってもいいし、38日っていうね。はい、でもいいし、うん、誕生日でもあるから。うん、はい、3つぐらいバラバラってあるから、どっかにね、かかってれば、うん、まあ、そうですよ。最悪ね。最悪でもいいわ。日村でも38日でも誕生日でもいいよ。うん。どういけるよね。ちょっと難しく考えすぎちゃうか。そうですね。いつも通り楽にいけば整うはずやぞ。どう、やばい、時間がね、お前、そんな難しい顔してるの初めてやないか、お前。ちょっとごめん、ねずち、はいはい。これ時間がなくなっちゃうから。はい、なんか本、あ、そうなんだ、告知しないといけないんですよ、僕ら。はい、いいけどね。じゃあ、ねずち告知するかい、はい、はい。僕らですね、ねずちが考えちゃいいじゃん、今。実は去年の暮れなんですけど、はい、本を出しまして、はい、これが謎かけで脳活と言いまして、はい、これドリル形式になってて、はい、その心を伏せてあるんですね。はい、それを考えることによって脳を活性化しようという。それすげえいい本だ、それすげえ。出てるんで。今日っぽいの一応設楽さんにこの本を一応ね、はい、本当に前から、はい、いいの、はいはい、設楽さんに2個言ってるよ、はい、日村さんに1個、あ、いいの、はい、いや、ありがとう、まあ、謎かけでのおかずありがとう、日村に1個でいいじゃんか。いや俺大体ね、保存用と読む用で2個、嘘つけよ、聞いてます、あ、ありがとう、はい、読む用でいいじゃんか、これは、はい、どう、整ってない、まだちょすみません、おめえずっと本の告知してるからだろうか。いや、ごめん、日村さん、早く整えよ、すみません、じゃあ、日村さん、ちょっと待って、整えてないでしょうよ。ちょっと時間がなくなっちゃったからね。いやいや、時間、だってもう、ねずっちだったら2秒ぐらいで整えれるしね、あの人。うん。で、本だって設楽さんに抱き起こして。まあね。なんで俺じゃないの、まあ、いや、2冊もらったらあげるよ、1冊、それは。もうこれ言いたくない、俺だって。あげるよ、大丈夫だって。そういうのだからくれてるだけ。大丈夫、これ一応言っとくけど、うん、ね。謎かけで脳活っていうね、ダブルコロン本出してますから。うん。ね、これ謎かけがこう書いてあって、まあ、何々とかけて何々と解くと、うん、そんで自分で考えるわけ、うん、でペラッてめくるとそこのね、その心が書いてるわけ、うん、これはいいよ、だからこれだから脳活にもなるっていう本がね、うんうんうん、日本語の勉強にもなるという、ああそうだね、これはね、うん、東宝出版さんから出てますよ、絶対売れる本だもん、ね、もう見えるもん、これ売れるのが、うん、1143円プラス税ということで、うん、ね、ねずっちですって書いてあります。本当だ。ねずっちがねずっちですって言ってる。そう。まあね、日村さんの誕生日の謎かけ、ちょっと時間がなくてできなかっただけで、はい、やってくれる、ほら、整わない、そんな、
やっぱ生でさ、それやってるわけだし、整わないときはあるよ、そりゃ。ないよ、一回も。整えろよっておかしいでしょ、それ。ネズッチが整えないのは結構事故だよ、じゃあ。いやいや、そんなことで、あって人間、生身の人間なんだから。いやいや、それ無理だよ。整う人なんだから、あの人は。整うからネズッチなんだから。急に来てこれやれって言われて、整える方が奇跡に近いってことだよ。だから、ネズッチ当たり前になっちゃダメだって、今さ。たまたま俺のさ、日村のバースデーで整えないって。